はい、皆さんこんにちは。山本プロパティアドバイザリー東京の山本俊彦と申します。普段はですね、実を言いますと英語のビデオクリップしか撮ってなくてですね、今日は初めて日本語の YouTube ビデオをアップすることにいたしました。簡単に自己紹介させていただきますと、山本俊彦と申します。山本プロパティアドバイザリーといいまして、主にですね、外国人のための不動産投資、日本の不動産投資のコンサルティング、宅建業のお仕事をさせていただいております。今日はですね、日本語のビデオを上げようと思ったちょっと理由が特にありましてですね、最初にそれをお伝えしたいと思います。先ほど申しました通り、私は主に、外国人、それは、海外にお住まいの外国人の方も日本にお住まいの外国人の方も両方対象になってるんですけれども、を主な顧客ターゲットにいたしまして普段ビジネスを展開しております。後ほど私のブログホームページなども説明のところにアップしておきますので、ぜひご覧になっていただきたいんですけれども、先ほど申しました通り英語で情報、日本の不動産の情報をアップしてですね、日本の不動産に関心のある外国人のお客様のためにサービスを展開しているという会社でございます。不動産の対象はですね、主に、投資用ですので、で私はあの東京在住でありますので、主に、首都圏を中心とした物件のですねご紹介を行っております。時々例えば箱根ですとか熱海ですとか静岡県の別荘を買いたいというような、そういった引き合いですとか、北海道の今あのニセコがご存知の通り盛り上がっておりますので、ニセコの物件を買いたいですとか、富士山が見える一戸建てを買いたいですとか、最近特に増えているのはあの空き家を買いたいという外国人の投資家の方も増えてきております。というのはですね、空き家はあのなぜか最近 CNN ですとか、イギリスのデイリーメールといった割とメジャーなメディアがですね、日本は家が余ってですね、空き家、いわゆるそのもう誰も住んでいない家が、実はあの統計、国交省が発表している東京ですと800万戸以上あるというふうに言われております。まあそのうちにはあのいわゆるその賃貸用の、物件も入っているので、まあ実際には300万から400万ぐらいではないかと思うんです。まあそれでもものすごい数のですね空き家が日本にはすでに存在しています。あのその統計からもう数年経過しておりますので、現在ではおそらく1000万戸もう下手したらちょっと超えてるかもしれません。あの先進国の中では珍しい状況なんですね、これって。例えばイギリスとか家が足りないんですよ。家が足りなくて家賃は高騰して、当然不動産の物件も高騰するという状況になっております。で日本はご存知の通りマスコミで騒がれている通り少子高齢化のためにですね、人口がどんどん減っておりましてですね、家の需要はまあ、ファンダメンタルな家の需要というのは全国的に見ても減っているはずなんですけれども、まあ皆さんの周りをご覧になっている分かる通り、これだけ800万戸の空き家があるにもかかわらず、新築の物件はたくさん毎年のように100万戸近く建っていると、そういうアンバランスなマーケットになっておりまして、古い空き家、特に地方田舎にあるような空き家はもうほとんど売れなくて残っていると、もしくは相続で引き継いだけれども、そういった継いだ相続したご家族の皆さん、子供世代ですがはもう例えば大都市東京などで働いてて、その田舎の一軒家はもういらないという状況になっているということです。でそういった背景がありましてですね、まあ日本は家が余ってるんですけども、まあ欧米を中心にして家が足りない国の人たちからすると、やはりこう日本のマーケットというのは非常にこう興味深く見えるらしくてですね、まあ格安で売りに出されている空き家もありますので、場合によっては50万円とか100万円とか、まあ
あこれ信じられないんですけど、実際にもう無料でいいでからが引き取ってくれというような、あそういった案件もないことはないんですね。でそういった極端なニュースを読んだ欧米を中心とした方がですね、私のホームページにたどり着いてですね、どうも日本政府は無料で家を配ってるらしいので、それをこう買いたいというような引き合いが来たりしております。空き家問題は非常に根が深くて、これはまた別のビデオで、皆様にお伝えしたいと思いますけども、今日お伝えしたいのはですね、そういった外国人の投資家、まあ、もしくは投資家でなくても日本が大好きでですね、日本にもうしょっちゅう年に 2,3 度来てる、もう毎年のように来てるというそういった外国日本ファンの方がですね、せっかく日本に、まあ、場合によっては2週間3週間滞在される外国人の方もいらっしゃいますので、まあ、ずっとホテルに泊まるよりも自分のそういった別荘的に使えるような家を買いたいというような方もいらっしゃいます。まあ、国籍としてはですね、様々なんですけれども、まあ、やはりアメリカ、欧米の方が多いです。まあ、私は英語でブログといいますか、記事を書いている関係もあってですね、いわゆる英語圏の方が多いんですけども、アメリカ人、カナダ人、オーストラリア人、ニュージーランド人、ヨーロッパの方では、イタリアですとか、イギリス、フランス、でポーランドなんていう国からも時々問い合わせが入ったりもします。もちろんアジアの国々の方からも、例えば香港ですとかシンガポールですね、マレーシア、メインラインドチャイナ、中国の大陸の投資家といいますか方からも問い合わせは来ますけれども、まあ、先ほど今申しましたように私は英語でしか、ちょっと中国語ができないもんですから英語で、記事を上げてる関係上、どうも中国人の方にはどうも私のこう情報が行き渡ってないようでですね、中国人の大陸のメインラインのチャイナの方からはあまり問い合わせは正直言って、それほど多くないという状況です。あとはそうですね、申し遅れましたけども、台湾人の方からなんかも問い合わせはよく入ります。まあそういう状況だということをまずご説明いたしまして、このビデオの目的はですね、実を言いますとそういった背景をまずご理解いただいて、ぜひですね、皆様がお持ちのこのビデオをご覧になって、皆様がお持ちの不動産物件で販売に困ってるような物件があれば、ぜひ私の会社にですね、私のホームページの問い合わせ画面、ちょっと英語になってしまうんですけれども、日本語で上げていただいても大丈夫ですので、ご連絡をいただけないかなというお話です。というのは空き家はですね、ほとんど実を言うとマーケットに出ておりません。まあ冷静になって考えると空き家というと空いてるわけですから、でしかもやはり地方で結構傷んで古くなっているような物件も非常に多いので、なかなか正直言って市場価値がつきにくいっていうのもあるんですね。で、ボロボロのまま、まあ、表現は悪いですけども、非常に傷んだまま売り出すことはできるんですが、やはり値段がなかなかつきません。で建物の値段は正直言ってほとんどないと。もう20年30年以上経っていくと、よほどのその上屋がしっかりした非常に立派なものでないと、たとえいわゆる古民家と言われているような物件でも、不動産のとしての価値は正直言って建物の価値はほとんどつかないんですね。悲しいかな。そうすると土地の値段だけということになります。で、買われる方もですね、あまりボロボロの状態ですと当然場合によっては住めない、もしくはかなり傷んでて、まあせっかく買うんであれば少しこう手直しして住みたいなと思われる方が大半ですので、そうしますと最低でも300万円、まあ正直言って私も家族で空き家を徳島に持ってるもんですから、割としっかりとしたレノベーション修繕をかけるとですね、実を言うと大きな家ですと1500万ぐらいかかるんですね。もう場合によっては2000万超えるなんてこともよくあります。そうしますと今この話大きいな、2000万もかける、1500万円もかけてボロボロの家を買うんであれば、例えば2000万で新築を買った方がいいんじゃないかというふうに思われる方が大変だと思うんですけれども、そういう状態になってしまって、買われる方としても、まあ、いくら趣があって、その、いわゆる日本風の、その、築150年と伝統のあるですね、梁と柱がしっかりした家でも、なかなか買い手がつかないと。そういう状況になってます。
で売り手の方も、例えば500万円を先行投資して売り出すというような物件の所有者の方は、方も実を言うとほとんどいらっしゃいません。やはり500万円というと大金ですし、売れるか売れないかわからないものに、もう手放すものにですね500万円をかけて売るというような方がいらっしゃらないのも、これもまあ実情なんですね。そうするとどうしてもその買い手は買い手で、まあある一定の需要はあるんですけれども、まあボロボロでちょっと中にその家具家財一切が残っているような状態ではなかなか買えないと。売り手は売り手で、もう手放すんだから、そんなに何百万円もかけてですね、修繕するというのはですねなかなか厳しいと。そうすると常にギャップがあって、なかなか、空き家が流通しないと。でプラス、空き家は基本的にやはり市場価値がそれほど高くないもんですから、不動産業者、まあ、私ども、まあ、私も業者と言ってもいいかもしれませんけれども、からするとしてもですね、正直言ってそれほど一生懸命取り組みたいというような物件、案件にはなりにくいんですね。というのは、私たちの不動産業者というのは、コミッションベース、しかも成果報酬のコミッションベースで、働いております。これは他県業法でそのように、定められているので、これはこれで、まあ、市場の構造として、まあ、ある意味しょうがないんですけれども、成果報酬で、なかなか売りづらい安い物件をですね、一生懸命売るというインセンティブはですね、正直言ってなかなか不動産扱う不動産他県業者としても働かないと。まあどうでしょう、皆さんもひょっとして お手持ちの物件を地元の不動産業者さんに持ち込んだ、もしくはちょっと売りたいという相談をしたけれども、なかなかもう場合によっちゃと取り扱ってくれないと、もしくは取り扱いはしてくれてるんだけれども、どうも全く売れなくてですね、一生懸命販売の努力をしてくれるような形跡がないというような経験をされているような方もいらっしゃるかもしれません。今回のこのビデオはですね、まさにそういった苦労されている物件をぜひちょっと私の方にもしございましたら連絡をいただけないかなということです。というのは外国人の方でですね、まあもちろん場所によります。正直言ってそのもう交通の便が非常に悪いようなところで、周りに何のそのアトラクションもないようなところに住みたいという方はなかなかいらっしゃらないですけれども、例えば屋久島ですとか北海道のニセコの近くですとか、長野や新潟のまあいわゆる東京からすると地方田舎と言われているようなところでも、スキーが大好きな方にとってはですね、価値があるという物件はあります。で不動産はやっぱり買う人によってはよってその物の価値が変わってくるというのが非常に特殊な ある意味ビジネスですので、必ず売れるということをお約束はできないですけれども、場合によってはですね、皆様が何て言いますか、処分するちょっと表現が良くないですけれども、販売に苦労されているような物件であってもですね、外国人のお客様を私どもの方で、見つけてきてですねご紹介することはできるかもしれませんので、もしお手持ちのいわゆる空き家と言われているような物件、もしくは古民家と言われているような物件ですですね、傷んでてちょっとなかなかこの状態では売れないかもしれないと思われるような物件をお持ちの場合でも、もしくは、地元の不動産屋さんではなかなか取り扱って買ってくれないというような物件がもしございましたら、私どもの方に、ホームページ経由でですね、コンタクトアスというようなそういった問い合わせ画面がございますので、日本語で大丈夫です。そこは日本語で、書いていただいて大丈夫ですので、私の方も、当社の方までご連絡いただけないかなと、そういうビデオで、ございます。空き家に関してはですね、私も様々な情報を仕入れて、実際に私は先ほど申しました通り、私の家族もですね、実は徳島に2軒空き家を持っておりましてですね、私自身の個人的な様々な経験もあってですね、空き家の、なんて言いますか、取り扱いに苦労されている方の気持ちはよくわかりますので、相談していただければなというふうに思います。
場合によってはですね、私どもがいわゆるコンサルティングをして差し上げてですね、販売をしやすくするというようなこともできますし、もちろん宅建業者として販売をお手伝いするというようなことも可能です。まあ正直言ってこれ物件の状態、ロケーション、交通の便、価格ですね、そのあとは町、やはり不動産がポツンといいところ、いい物件だったらその町が、なんて言いますか、ある一定の魅力がないとですね、皆さんもやっぱ買われる時にそう思われると思うんですけど、いくら自分の家が良くても周りが、なんて言いますか、殺風景だったりですね、周りに空き家ばっかりですと、まあなかなかやっぱり住む方からすると難しいと、そういう状況もあるので、町の状況なども私の方でいろいろ質問させていただくかもしれませんけれども、そういった物件がございましたらですね、まずはご一報をいただけないかなというお話で、ございます。今後は時々日本語でも上げていきたいと思っています。ブログの記事もですね、今まで 100% 英語だったんですけれども、日本語で、記事も少し書いていこうかと思ってますので、関心のある方はですね、この YouTube ビデオもぜひ、サブスクライブしていただいてですね、あとブログの、読者登録なんかもしていただければと思います。はい、本日のお話は以上となります。